皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。はい、と本日からユーロトラックシミュレーターヨーロッパ版の新しいトラックをちょっとカスタムしたんですけども、こちらの方ですね、 T キャブちょっと使っていこうかなと思います。スカニアなんですけどね、こちらの T キャブあんまりご紹介ねしてる方いらっしゃらないんで、私ちょっと今作ってみましたので、この作る過程も全てね今回ご紹介したいと思います。ではでは早速こちらのモッドの方の入れ方からご紹介していきたいと思います。はい、ではまた概要欄の方にこちらの方のリンクを貼っときましたので、こちらの方のサイトにね来ていただいて、下の方ですね、こちらの方からダウンロードしていただければと思います。でシェアモードですね、いつものようにクリックしていただいて、はい、とスタートダウンロード出ましたら、あと開始します。251MB なので若干待つと思いますけども、ゆっくりやっちゃってください。はい、とじゃあ終わりましたら、こちらの方トラック&ドロップって、ドラッグ&ドロップでこちらのデスクトップに持ってきまして、こちらセブンジップで配当します。そうしましたらこちらの中に SCS ファイルが、3つございますので、こちらの方をいつものようにドキュメントからゆるトラックシミュレーター開いて、モッドですね、でこちらの方にドラッグ&ドロップで入れちゃってくださいと。そうですね、はい、って入れます。はい、とそうしましたらモッドマネージャーでございますね、モッドマネージャーのこちらですね、モッドマネージャーのこちら下の方ですね、こちらスカニア SNGT キャブ、こちらの方入れていただければなと思います。こちらコンテナなんで、ダブルコンテナタンデム入れたければ入れちゃってください。あとこっちもですね、でこっちはレッカーなんですけど、レッカーはちょっとバグっちゃうんで入れないでください。こちらの方だけでいいと思います。で矢印押していただいて変更確認でですね、はい、とそうしましたらこちらの画面来ましたら、トラックディーラーの方に行きまして、元ディーラーでございます。でスカニアの方からこちらですね、こっちではございません、スカニア T ノーマルではなくこちらですね、スカニアの ST キャブ、こちらの方クリックしまして、構成カスタマイズです。でそうしましたら、じゃあこちらから私のカスタムの仕方をご紹介いたします。 Here we go。 はい、とということでこちらのような感じのカスタムになりました。まあ、ちょっと残念なのが、ちょっと女の子が乗せられないっていうところなんですけども、だいぶかっこよく仕上がったと思います。
ちょっとこちらの方使ってね、ちょっとヨーロッパの方は回っていきたいなと私思っておりますので、皆さんね、ちょっと楽しみにしていただけたらなと思います。めっちゃかっこいいほんとかっこいいよね、TTF。まあ他のメーカーさんもね、ちょっとあのマップ今いろいろやってますんで、そちらの方でね、いろんなトラック運転していけたらなと思っております。はい、それでは本日はスカニアの T キャブのモッドの入れ方とカスタムの私のやり方をご紹介いたしました。それでは皆さん、また次のエアタックシミュレーターでお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。